キュータン動画キュータンですということで、今日お届けしていく企画はこちら、髪の毛ちょっと整えたいということでですね、髪の毛をセットします。今日は前回おうち時間メイクみたいな、すっぴんに見せますみたいなメイクをしたんですけど、それと似たような感じでおうち時間でズーム飲み会とかするじゃない。そんなにしてるかは知らんけどねえ、だな、僕も配信とかするわけで、そんな時に整髪料とかワックスとかをつけずとも不綺麗には見せたいじゃん。しかもズーム飲み会してる子って多分もしかしたらそこに素敵に出会えるかもしれないし、ズームの画面越しにやっぱよく映りたいじゃん。僕もインスタライブとかめっちゃよく映りたいから、だからそういう時にガチガチにセットしないでシャンプーする時とかめんどくさいから、優しくシャンプーしても落ちるくらいのワックスとか整髪料つけずにチラッと整えられるヘアセットをしていきたいと思います。ただ許して、僕ね金止め忘れたんだ、髪止めを。だからちょっと今日はとってもやりづらいですが、しっかりお届けしていきたいと思います。おちげてキュちゃん、まずはアイロン165度、痛みがすごくて165度くらいがいいよっていうのを教えてもらいました。まずは前髪で、今日はくるくるもそんなにしない、あのなんて言うんだろう、あのいい子に見えるようないい子に見えるなんかおとなしい男の子。僕ただ僕髪のセット上手じゃないんですよ、残念ながら。だから結構大変なんですけど、そうライブとかで自分でメイクする日とかもあるんで、これ脇映ってない、だからそういう時やっぱ他のメンバー上手いのでいいなって思いながら見てるんだけど、ここ止めてー、しょうがない、自画自賛だね、自分が家に寄せちゃったんだから、自画自賛。もうギシギシに傷んでるんです、やなっちゃう。でズームとかインスタライブとかこう家での画面越しの出会いって後頭部基本的に見られないんで、後頭部はもういいです。横はね、やった方がいいけど、後頭部は大丈夫です。ただ、なんか飲み物とか取りに行くときに立ち上がったときに、ちょっと後頭部見えてボサボサだとちょっとダメかもね。だから飲み物は取りに行かないっていうルールを自分に作ってください。絶対に立ち上がらんっていう。ただ僕別に本当に上手くないし、別に。なんで別に参考にしてくれとは言いません。こういうやつもいるんだから。こういうやつもいるんだって思ってください。まずこの櫛みたいにアイロン使ってんの多分ダメなんだと思う、知らんけど、こういうやつもいるんだっていう見方をしてください。はい、完成ですほらなんかさ、ちゃんと見えません、ちゃんとしてるように、ただこれしただけなのね。でここにワックスとかをつけるとだるいじゃんだからクナイプリオオイル、フェイス&ボディ用オーガニック保湿ケアオイル、これを僕つけるんです。顔体用なんだけど、髪にもつけたらいいらしくて、これを僕顔も化粧水塗る前とかお風呂上がりに浸ってちょっとだけつけてやるとすごく乾燥しなくていいんですけど、これを髪にもちょっとお風呂上がりにつけます。ケパを解消したら金髪ショート女子ですはい、いい感じです。こんな感じ、男子はもちろん全国の金髪女子、ちょっとよく見られたいけどめんどくさい時はこんな風にしてみてはいかがでしょうかねえ、その完成完成完成披露試写会、完成完成完成披露試写会おひとりきゅうちゃん。ということで、この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントの方どしどししてってください。こんな髪型のセットを見たいよって時も、まあ僕こんな髪型って言っても例えばハーフツインとかできないんだけど、なんかこういう動画見たいよとかあったらぜひコメントの方にも書いてってください。参考にしたりしなかったりします。ということで以上、きゅうたろうでした。